私自身もファイナルファンタジー10に救われたようにコロナ禍で大変な日本そしてエンターテインメントの世界に少しでも元気を届けられればなというふうに思っております、えー、アーロン役を務めさせていただきます中村獅童です、えー。最初にお話をいただいたただは コロナ禍でまだ緊急事態宣言の時だったと思いますけど菊之助さんにお電話いただきまして、まあ、私自身もまあ家にずっとこもっている中これからの自分の生き方であったりこれからの歌舞伎界であったりいろんなことを考えている中ちょうどそんな時にお電話をいただきまして菊之助さんの,その熱い気持ちを聞かせていただいてなんとかもうそれに賛同させていただいて。 その熱い気持ちに応えられるようにあの一生懸命務めさせていただくと同時にまあ演出出演のもう菊之助さんにもうついていきたいと思っております一生懸命務めさせていただきたいと思いますよろしくお願いいたします。ファイナルファンタジー展についてもいろいろと、えー、追求していく中ですごくこう自分の中でも、うん、初日に向けて。 意欲が増してきているところでございますですのでお兄さんの演出のもと皆さんに見たことのない歌舞伎体験をしていただけるように努めたいと思います本日はどうぞよろしくお願いいたします私だけ一人だけ少し色の違う役柄を演じなくてはいけないのでとても不安な部分はあるんですがとても素晴らしい勢いのある共演者が揃っていますので えー、その方の熱にも負けず菊之助さんの熱にも負けず、えー、勢いのあるカンパニーのまま僕も一生懸命いろいろ考えながら勤、えー、めていきたいと考えております、えー、どうぞよろしくお願いいたします、えー、まあこのような、えー、ファイナルファンタジーという大きなコンテンツの、えー、ルールと役をいただき大変光栄に思っておりますが、まあ、非常に世界中で愛されているゲームですので私自身 ちょっと怖い思いでもありますただまあ皆さんの旅をティーダとユーナの旅を、えー、少しでも支えていけるようにまた、えー、原作に敬意を持って演じさせていただきたいと思っておりますよろしくお願いしますあの本当にこの作品においてまごうことなきヒロインでございまして、えー、私もこのゲームを、えー、プレイしながら、えー、この こんなすごいヒロインの役をやる,やるんだなということをゲームをやりながらも心を非常に、えー、心して務めなきゃいけないと思った次第でございます、えー、方にいさん方に支えていただきながら守っていただきながらもしっかりとゆうなとして舞台の上で、えー、立って旅を続けていけるように頑張りたいと思いますのでどうぞ皆様よろしくお願い申し上げます。 えー、僕は今回お話をいただきまして初めて「ファイナルファンタジー」をプレイさせていただきました輪っからしく楽しくのびのびとお兄さん方の力を借りながら、えー、自分自身も楽しんでこの「ファイナルファンタジー天の力になれるように一生懸命に努めてまいりたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますこの作品は2001年に発売されたと伺っているんですが、えー、私が生まれたのもちょうど2001年で何かご縁のある 作品だなと思っており。<laughs> <laughs> すみません <laughs>。さ、はい、そうなんです。なので、何かご縁のある、感じる、作品なので。とても重要なキャラクターだと思いますので、大切に努めたいと思います。よろしくお願いいたします。あの、まあ、今、お話には、すご直接ビデオレターでいただいたんですけど、あの。もともとやっぱり、そのゲームって、その、まあ、コンピューターを中心とした。 エンタメとその伝統的な歌舞伎って部分で、まあ、僕もそのどこまでそれがねちゃんとこう融合するのかコラボするのかっていうのは想像はつかなかったんですけどもあの、まあ、今ビデオレターとおっしゃったんですけどビデオレターも YouTube にアップされたビデオレターだったりするので非常にびっくりしてあのそういう形でのこうオファーって初めてゲーム業界にいてもそういう形のオファーって初めてだったので直接えそういう映像っていう形で、え。ー お話しされて非常にあの驚いたのとただ驚いただけじゃなくてちゃんとそこで語られてることがあのしっかりとゲームをプレイしてゲームのこうテーマとかストーリーとかキャラクターをしっかりと理解された上で、えー、こういう形で表現したいということをあのお話しされたのであこれはしっかりとそのゲームをあの、まあ、本当にあの歌舞伎の役者さんとかがゲームをプレイしてるっていうのが想像つかなかったのでしっかりとプレイしてくださって。 上であの内容を理解してくださった上でえで、ー、しっかりとお話をいただいたという部分であの非常にこの「ファイナルファンタジー」っていう,こうタイトル IP をこうあ,のある意味自分たちが作るんではなくてあの第三者に預けて、えー、自分の作品を、えー、再びよみがえらせてもらうわけですけどもあの預けるには全くこう不安のない心配のない、えー、お方だなと思って。 えー、今回の作品を、えー、歌舞伎として、えーまあ、ある意味20年の時を経て詠るっていうことを、えー、お話を進めさせていたただきましたオファーをいただいた時はいやもうあのびっくりしましたあの菊之助さんと共演させていただくこと自体多分十年約10年ぶりぐらいだと思いますので。 なかなかこうご一緒する機会がなくてでプライベートでもあまりお会いすることもなかったのでびっくりしましたけど、まあ、でもう嬉しかったですね、はい、その熱い気持ちとやっぱりいろんなことを菊之助さんも考えてるんだなということがとっても嬉しかったですし。 あのまずそこに10年近く共演はなかったですけど声をかけてくださったってことがとっても嬉しかったですねでこの間の衣装合わせの時も菊之助さん立ち会ってくださって非常にあの楽しくやらせていただいて、まあ、お互いに意見を出しながら作らせていただいたのであのやっぱり袖に通した時はあのやっぱりテンション上がりましたはい。 今からとてもやるのが楽しみですし何にせよこう新しいものを菊之助さんと作れる喜びっていうのがやっぱり一番大きいですねはい、えー、そしてまあ、はい、あのシーマという役になり、えー、舞台あの衣装に袖を通しての撮影した時にはすごく僕も高揚感が。 きき上がってきましたした袖を通してこれをこの衣装とカツラをつけてやるんだという、えー、ことがこうリアルに想像できるようになってくると自然とこうあの衣装さんですとかカツラを作ってくださっている皆さんとかと舞台でやる時にはこうしたらいいんじゃないかこうの方がいいんじゃないかっていうような想像が自然とこうできてきてなんか知らず知らずのうちにどんどん,どんどん舞台へのボルテージが上がってきているのはとても なんか楽しかったですしまた実際に舞台になった時にどうなるかというのもすごくこう楽しみになりました、えーね、衣装を通してなんですけれども多分皆さん一番気になるのはまりのコスチュームだとは思うのですが菊之助さんも多分喜んでくださって再現度がとても高いと言ってくださいましたし米吉さんと松屋さんにはちょっと写真を送ったんですけれども爆笑してくださいましたので。<laughs> しし <laughs> したしたした松、まあ、屋さんに関しては誰って言ってくださるぐらい <laughs> あの決まりとしてはまったかなとでもその中にちゃんと歌舞伎の要素をしっかりと入れているので、まあ、ここから傾向して歌舞伎の決まりを作っていく中で第一歩として大成功だなあっていう感じの。 衣装を通してそう思っているので楽しみにしていていただければなと考えています。えまあ衣装に袖を通した感想ですけれども、まあルール自体が非常に色気のある大人の女性の服装でございますが、それをまあ和装にえ下で直してくださって非常に色気がありながらえ和服。 着物という感じがちゃんと残ってて僕はもうこれもう見た瞬間にああこれルールって分かるような衣装に出来上がってるので非常に私は満足しておりますありがとうございます衣装に関しましては優ナはですね先ほど映像でもちらりと写って皆様もご存知だと思うんですけども上半身ほとんど肌が露出しておりましてさすがにそういうわけにはいかないのでそこを工夫をしていさせていただきまして一度まあ いわゆる衣装合わせをしてそこからさらにもっと歌舞伎らしくもっと、えー、豊かな、えー、舞台衣装としての素敵なものが、えー、出来上がりました、あのー、写真を僕も彦三郎のお兄さんに見せたところ、えー、ちょっと胸が小さいというお叱りもいただきましたのでそこの部分も改良をさせていただきまして、えーあのー、私自身あのー 昨年の今年の7月に新作歌舞伎「風の谷のナウシカ」でナウシカの役を務めさせていただきましてあ,のああいうボブヘアといいますかああいう普段の歌舞伎にはないヘアスタイルの,あの経験を積ませていただきまして非常にそのナウシカの時の経験も。 かかせるのではないかないと思っております、まあ、とにかく優ナというヒロインが魅力的であればあるほどこの作品が、えー、より面白くより切なくなると思っておりますのでまずはビジュアルの再現度を、えー、少しでも原作に近づけるよう、えー、頑張りたいと思います衣装、はいまあ、に関してはやはりこの原作ファンの方がたくさんいらっしゃるというところでとても不安があったんですが。 ああ衣装もとても歌舞伎らしく、そしてです、ね、何よりもお当日、菊之助の兄さんがいらっしゃってくださって、僕が化粧して衣装を着て、ポーズを取るたびに、いいよ、いいよ、わっかだよ、わっかだよって、どんどん機嫌がよくなっていったので、ちょっとずつ安心して、僕もお楽しく衣装を着ることができて、それがあ舞台に立ってどうなるのかが楽しみな気持ちでおります、えー、僕がこんな格好できるかなっていう <laughs>、すごい不安だったんですけれども、あの衣装もお考えていただいて。 え普段の歌舞伎の衣装とはちょっと違うんですけれどもなんかホ,ットパンホットパンツっていうんですかホッ,トホ,ットホットパンツですね <laughs> みたいなあのすごい足を出してしたんですけれども歌舞伎の衣装にしていただいて、えー、金髪なんかもかぶったりして、まあ、人生で一度も髪を染めたことがないので。 今回ちょっとと楽しみたいと思浅草歌舞伎のいいところというのはやっぱり 1, 1回で聞き取れるその平易な言葉を使うということなので、えっと、今回は分かりづらいということはあんまりなく、うん、歌舞伎入門編として。 えー、歌舞伎初心,者初心者の方が楽しんでいただける作り方を心がけがきつつその演技は歌舞伎上級者の方が楽しんでいただけるような演技を加えていくということを目指しておりますで楽しめるというと、あのー、今回は投資狂言ですので投資狂言というから前編後編の長いストーリーを楽しんでいただきますので。 最初から最後まで見ていただけるとそのストーリーをご理解しなくても自然とストーリーの中に入っていただける作りになっておりますただ、えっと、歌舞伎でもそうなんですけれども古典歌舞伎を見る際にも筋書きといいますかあらかじめのあらすじをさらっと読んでいただくとそのストーリーがより分かりますので今回もその「ファイナルファンタジー10」天の世界観のあらすじをホームページに もしくは、えー、チラシで、えー、さらっとご覧いただいてお越しいただければ楽しんでいただけるという風に思っております。プレイしてますけど、はい。なだ。元々あまりゲームをしないタイプの人間だったので、えー、どうなるかとは思ったんですが、今はストーリーを進めつつちゃんと全ての世界観を感じつつ、えー、なんだ今60時間ぐらいゲームしてますね。でもまだ全然。 米吉さんに教わりながらとりあえず進めろと言われながらクリアしろとずっと言われながらやり,やり込みがねそ<う>モンスター捕まえたらきりがないんです、ね、そう、はい、っていうのをあのやった後に教わるっていう今ちょっと後手後手に回ってますけど一生懸命プレイしてますでもなんかプレイすればするほど「なんかファイナルファンタジー」という横文字なので洋物を歌舞伎にするという感覚が皆さんあるかもしれませんけどやっぱり日本の会社日本人が作った あの、わびさびであったり情愛であったりすごく歌舞伎にマッチする作品なんだなっていうのはゲームをプレイすればするほど思っているのでこれが舞台の上にかかると皆さんが思う以上にマッチするのではないかととても感じているので楽しみにしてい,ていただければと考ええ、てていいいまます。す。ありがとうございますえ誰もも。プレイしてないの、はい、俺だけ米吉さん,もんえ私はあの、このお話をいただいてあの、これはやらざるをなるめやと思いまして。 プレイさせてていただきまして生まれて初めてこのキャラクターを演じるんだという気持ちでゲームをプレイさせていただきましてますますこの作品のもうすっかりファンになりましてますえこの今私もこの23方またあのここにいらっしゃらないまあうちの父であるとか金之助のおじ彌十郎のおじ様といった先輩方があの 僕がプレイしたゲームのキャラクターの姿になってどういうお芝居をなさるのかなということはあのもちろん自分は出演者の1人ではありますがあの一歌舞伎、まあ、ファンといいますか歌舞伎の役者としてとても楽しみにしているところではあります個人的にはあのやっぱちょっとダイエットしないとなとは思っておりますがそれぐらいでしょうか僕は多分トータルで、えー、5周ぐらいはしてるので。<laughs> でまあ、今回役いただいてあの改めてあのルールばっかり見てゲームしてみたんですけどなんかそういうのも初めてだったので逆にこう新しい発見があって面白かったです。